はいどうもです。さあ今日もポケモンカード開封やっていきましょうということで、本日こちらですね、ようやくです EV ヒーローズを開封することができます。 EV セットをね、今日は開けていきたいと思います。こちらですね、地元のお店でですね、購入をさせていただいたんですけれども、予約でね、当たることができました。シュリンク付きで、シュリンクを外して渡すことに同意してくださいっていうのがあって、まあ、もちろんね、僕は開封するつもりだったんで、シュリンク外すっていうのに同意してたんですけれども、郵送のね、方々っていうのが、シュリンクを外さないで、郵送したということで、まあ、そのままでもお渡ししますねって言われたんで、僕はですね、お店に高らかにですね、いや、シュリンク外してくださいということでですね、シュリンクを外して、もらってきました。無論開封しちゃうんでね、開けていきたいというふうに思います。こんな感じですね。じゃん。はい、EV ヒーローズが、2ボックスですね。EV ヒーローズが2ボックス入っておりまして、で、サプライですね。これが、デッキケースとデッキシールドという形で入っております。これね、大事にさせていただきたいと思います。そしてね、こちらですね。エーフィー VMAX の、スペシャルアートですね、未開封になっていますので、こちらも、大事に保管しておきたいというふうに思っております。このね、地味にこの箱が結構好きでして、あれなんですね、スクリューダウンとかローダーに入れるとちょうどいいサイズなんですよね。なのでこの箱も大事にしていきたいというふうに思います。ということでですね、今回はこちら、EV ヒーローズを開封していきたいと思います。今回は、スペシャルアートのね、報告も多いので、ぜひともスペシャルアートを見ていきたいと思います。それでは、やっていきましょう。はい、ということでですね、1ボックス目まず開封準備整ってきましたので、開けていきたいと思います。やっとですよ。やっと EV ヒーローズがちゃんと開けられるっていうね、ところで、本当に楽しみにしておりました。今回はですね、確保しているのはボックスで当たっているものと、あとこの EV ヒーローズ。ボックスはね、定期便で当たったやつになりますので、これ以外はほとんどね、ない。あとはあれか、6月中旬にVMAX スペシャルセットが一応、ポケモンセンターオンラインから発送される予定なので、それ待ちっていう形ですね。なので、もうこれがね、なんて言うんでしょう。大事な大事な、1ボックスなわけなんですけれども、もちろんこれも開けていくと。いうことで、今回の動画は、まあ、尺にもよるんですけれども、できれば2ボックス行きたいかなというふうには思ってます。以前のね、コレクション紹介の動画でも出しましたけれども、僕のね、ファイル、EV たちをまとめていますんで、ぜひともね、そのファイルも埋まるように、まあ、種類集まってくれるといいなというふうに思います。もしまあ、集まんなかったらね、おそらくシングル買いかなんかをしてしまうでしょうといったところですね。今回割とですね、ボックス開封している方からですね、スペシャルアートの報告が割と多くて、2枚箱結構多そうな感じなんですよね。なんで今回はですね、できればこの入ってる、はい、リーフィア VMAX ですね。入ってるこの2ボックス、両方からですね、2枚箱である、両方が2枚箱であるっていうことをですね、ぜひとも目指していきたいというふうに思っております。もしね、それで万が一、両方2枚箱だったら、ぜひね、大きな拍手をしていただいて、高評価をしていただければというふうに思いますけれども、まあ、同時にですね、この1ボックス目でその、思いが断念するというパターンも十二分に考えられますので、そちらの方はご了承いただければいいかなというふうに思います。残念だったなっていう思いで高評価をしていただいても構いませんということですね。あとはですね、この EV ヒーローズについては、あれですね、SR 枠が、V's じゃないとちょっと厳しい、ハイサンダース V ですね、感じですよね。サポートの SR がですね、まあ、アロマなお姉さんと、あと、ちょっと名前忘れちゃった、なんだっけな、あれ、男の子ね。男の子それがですね、まあちょっとね、まあ今回はサポートが意外と外れ枠になっているっていうことで、まあ本当にね、V's ご利用しの、パックですので、ぜひ、V's をバッチリ当てていきたいというふうに思っております。できれば両方スペシャルアートでっていうね、結構この、なんていうか、欲まみれな感じで、はい、ブラッキー VMAX ですね。欲まみれな感じですけれども、ぜひとも狙っていきたいなというふうに思ってます。特にブラッキーVMAX の方かのスペシャルアートとか、なんかものすごい金額になってますよね、今ね。ちょっと、いや、大丈夫かいっていう、そんな金額になってっていうような金額になっているので、まあ、高騰もね、正直な話、スペシャルアートとかね、その辺が高騰する分にはですね、コレクターとかね、僕みたいにこう、とにかく集めたいみたいな人たちはですね、集めていくんで、そこの高騰については、まあ、幾分か許せる部分ですよね。こういうね、ダブルレアとかトリプルレアっていう、この一般に使われるようなカードたちが高騰するっていうことが一番まずいんで、まあ、それが今回ね、起きなかった。そしてね、もう今すでにかなり値段も下がってきてますからね。なので、この6月の再販分が、さらに入ってくるともっと値段下がってくるし、落ち着いてくるかなと思うんで、現段階でね、まだ買うのはやめといた方がいいかなというふうに思ってます。シングル買いはね、もうちょっと我慢しても、十分、安く手に入ると思いますんで。まあ、本当にね、必要な、デッキ組むのに必要なカード、そしてね、はい、グレシア V ですね。ゲームを遊ぶのに必要なカードっていうのが高騰しなかったっていうのは本当に良かったなというふうに思ってます。本当ね、カブポケさんがですね、とても頑張ってカードを、なんていうんですかね、販売してくださったこと。そしてね、まあ本当に、各店舗さんですね、がちゃんと抽選等の対策をとってですね、本当必要な方のもとに、渡って、転売ヤーばっかりのところに渡らずにですね、カードの価格っていうのが、そこまで大きく、上がることがなかったっていうのが大きい要因かなと思いますけれども、本当ね、関係各所の皆さんに本当お礼を言いたいなというふうに思います。まあ僕がね、お礼を言ってもしょうがないんですけれども、本当にね、なんか遊びやすい環境で良かったなって思ってます。これでね、本当にプレイヤーにも影響するような、状態になっていたら、本当ポケモンカード自体が危うくなってた可能性すらありますからね、本当に良かったなっていうふうには思ってます。まあ、そんな話をしていつつ、まだ何も特に出ていないですね。今回のこの EV ヒーローなんですけど、結構これ開けるじゃないですか。で、パッて見た時にここに謎解きポケカの青いの見えるんですよ。これがね、見慣れないからめっちゃ当たり引いたって思うんですよね。はい、ブラッキー V ですね。めっちゃ当たり引いたと思って、すごい焦るんですよ。なんですけど、よく見たら謎解きポケカだったっていうね。これ、EV ヒーローズあるあるだと思ってますんで、ぜひね、僕もそれある、私もそれある、みたいな風なことがあったら、ぜひコメント欄に残していってください。共感し合いましょう、ということで。まだ今のところ、SR の枠が出てないし、SR が出ていないということは、スペシャルアートもまだ出ていないというような形になっております。APV ですね。ここまで V が被りなしですね。ボックス単位で被らないようにはなってたりするのかな？いや、そんなこともないですよね、きっとね。EV ヒーローズっていうぐらいだから、そこがある程度操作されてたりするんですかね。ちょっとその辺はわからないんで。本当ね、もっといっぱい開封してりゃその辺もわかるんでしょうけど、ちょっと残念ながらね、今の僕の開封の量だと、その辺までわからないというようなところですね。本当でも異常ですよね、ここまで買えないのは。ボックス全然買えないですからね。本当に、なんだろうな、本当買えなかった方々がいる中でこれをね、僕が当てて開けているのは本当、まあ恐縮ではあるんですけれどもね、ぜひね、僕が開けてる様子を見ながら、まあいろいろ話しながらというところなんで、一喜一憂しつつですね、自分が開けてるつもりになって、動画を楽しんでいただけたら嬉しいなーっていうふうには思ってます。本当はね、生配信だったりとかで、開けたいなって思っていたりはしたんですけど、まあちょっとね、僕の目標っていうのは、チャンネル登録者1000人で、ライブ配信をすることなので、もう少しだけ待っていただきたいというふうに思ってます。あ、これ。マクワのね、SR が来ちゃうとちょっと萎えちゃうんですよね。いや、一応ね、Twitter とかにはちょっと書いたんですけど、僕の目標は一応年内チャンネル登録者1000人が、まあ、密かな目標になってますんで、ぜひね、皆さん今のうちに応援をよろしくお願いいたします。今のうちならまだアド確です。はい。まだここまで SR 出てないけど、これが SR かな？はい。はい、シャワーズ V の SR ですね。残念ながらスペシャルアートではなかったですね。あ、変わっちゃった。よいしょ。はい。ということで、こちらが最後の1パックになります。はい。ということで、1ボックス目がまず開封終わりまして、こんな感じ。あ、かぶりはないですね。よかったよかった。まあ、シャワーズ V の SR が当たりましたということで、2ボックス目もいっときましょうか。はい。はい、ということで、2ボックス目も開けていきたいと思います。動画がね、ちょっと長くなっちゃうんで、まあ申し訳ないんですけれども、これだけのね、ために、動画をね、2本に分けるのも、なんかね、せっかくこう EVG セットを、買ってね、当たって開けるんだから、やっぱ一気に2ボックス開封したいところですので、まあ、ぜひね、皆さんちょっと長丁場になりますけれども、一緒に楽しんでいただければいいかなっていうふうに思ってます。よろしければね、一緒に楽しんでいってあげてください。ちょっと、今すでに撮ってて11分超えてるでしょ。で、これでまた少し編集するにしても、まあちょっと気持ち時間はかかりそうなんで、ちょっと早巻きで開封していきますね。まあこの手をね、早く動かしながらですね、口も早く動かして喋りながらやつはなかなか結構難しいもんでして、その辺ちょっと、ご了承いただければというふうに思ってます。あ、今ね、こいつおでん今、話に夢中になってて手が動いてないなとかね、手動かすの必死になってて、全然、なんだろう、口動いてないなとかね、そういうのはきっとあると思うんで、許してください。で、まあね、先日ですね、まあ、動画内でちょっと他にね、チャンネル登録者さん、同じぐらいに始めた方でも伸びてる方もいらっしゃって、みたいなことを言ったらですね、まあ本当にね、みんな、金額のまとめとか好きなんで、まあそういうのを撮ってみたらどうですかっていうようなコメントをいただいてですね、あ、まあ結構確かにそうだなと思って、みんな見てるなと思って、ちょっとね、まあチャレンジしてみようかなっていう思いはあるんですけれども、やっぱりなんていうんですかね、その、金額の紹介をすると、おしゃべりできないんですよね。ちょじゃはブラッキー VMAX の HR ですね。はい。ブラッキー VMAX の HR が当たりました。HR ってことはまだ2枚箱の可能性がありますんで、これは楽しみに開けていきたい。そうで、喋れないんですよ。金額の方に、なんだろう、夢中にならないといけないんで。そうするとね、やっぱりこの本来のですね、僕の、なんていうんですかね、まあ自分が楽しむためじゃないんですけど、僕がこの動画を撮りながら楽しむっていうことについてですね、若干ですね、難しく難易度が高くなってしまうっていったところでちょっとね、悩んでる部分ではあります。まあ確かにね、まだ皆さんの必要な情報っていうのを、出していければいいなっていうのはやっぱり根本としてありますので、まあぜひちょっとね、皆さんコメント欄とかでよければ教えてください。そういう動画がね、需要があるのかっていうことだったりとか、あと逆にね、こんな企画やってみてくださいみたいなのがあれば、ぜひね、教えていただけたら、今後の参考にさせていただきますので、ぜひぜひ、振るって教えてください。よろしくお願いいたします。よいしょ。さあ、行きましょう。うん。さあ、ぜひ2枚箱であってほしいな。もう1枚。もう一枚引きたいですね。SR 枠を。ただちょっと、ブラッキー VMAX に関してはちょっといきなり出すぎてちょっとびっくりしちゃって、落としちゃったりなんかしましたんでね。まあ非常に申し訳ないと。カードは大事にしましょうっていうことですね。よいしょ。さあ続いて、ヒメンカ、マグカルゴ、ヒンバス、はい、ニーフィア V ですね。そしてがルーラ。これ、スペシャルアート当たんないってなると、これ、どの道 EV ヒーローズ買ってるじゃないですか。そうするとやっぱ、スペシャルアートって揃えたくなるじゃないですか。で、ファイルしたくなるじゃないですか、スペシャルアート。そうすると、まあ、どういうことになるかって、これシングル買いするってことになるわけですよね。スペシャルアートシングル買いか。1枚も自分で確保できないと、そこにかかる金額だけでもものすごいことになりそうですからね。ちょっと、なんか1枚でも当てたい。何せね、スペシャルアートが今回発注。うわー、ちょっと、あーおー、びっくりしたー。ニーフィア V のスペシャルアートですね。いやー、今の話の流れで当たると思わなかったですが、ニーフィア V のスペシャルアートが当たりました。いやー、びっくりしたー。ちょっと、ブラッキー VMAX あたりも、セーブ入れとこうかしら。よいしょ。2枚箱でしたね。まさかの、HR とスペシャルアートの2枚箱ですね。いや、これは嬉しいぞ。いいですね、いいですね。これは結構嬉しい。いいですね。ニンフィア V の SR と。いうところですね。ちょっとね、ごめんなさいね。この EV ヒーローズはですね、まあ、ちょっと遅かれ早かれどの道自分で全てスペシャルアートとかをね、集めたいなというふうに思ってたので、正直ですね、金額とかわかんないんですよね。このカードやたら高かったなみたいのはあって、ブラッキー V かブラッキー V マックスかどっちかめちゃくちゃ高かったなっていうのは覚えてるんですけど、細かに全部のカードがいくらかっていうのはちょっと覚えてないので、このニンフィア V がですね、スペシャルアートが当たり度としてどれくらいなのかっていうのはちょっとわかんないんですけど、ですが、まあ、スペシャルアートが当たったのは嬉しいですね。どの道全部集める予定だったので、これでね、カード1枚買う分がちょっと浮きました。まあちょっとね、限りある数の中でどれくらい当てられるかっていうのはありますけれどもね。あ、そうそうそう。で、今日ね、撮影しているのが、はい、ニンフィア VMAX ですね。今日撮影しているのがですね、6月の4日なんですよね。今日からですね、ポケモンセンターオンラインで、次回の、ポケモンカードですね、の、予約が始まりました。レックーザのやつと、あと、ジュラルドのやつの、この2つが、予約が始まりました。で、あとね、ファミリーポケカも予約始まりましたので、ぜひね、皆さん、ちょっとここまでね、長く見ていただいている方々に、リマインドをさせていただきたいというふうに思っておりますけれども、そちらね、良ければ、抽選で、すべて抽選での販売になるようですので、抽選販売申し込んでみてはいかがでしょうか。またね、ギリギリになるといろいろ、バーッと盛り上がる可能性もありますし、まあ、できればね、いろいろ対策をして、そうはならないでほしいんですけどね、まあ、そういったところで、ぜひぜひ、抽選申し込みしてみてはいかがでしょうか。あ、そういえば、思いつきもしなかったですけど、多分こういうことですよ。ニンフィア V とブラッキー V マックスがこれ当たってたじゃないですか。そうすると残りこっちにパック残ったのが多分15パックぐらいあったんですよ。そうするとこれもう2枚箱でもこっからは多分おそらく出ないだろうっていうことで、もう SR とか、HR が抜かれた状態で、パックがね、バラ売りされます。お一人様何パックまでだったので、何パックしかありません。みたいな感じでですね、レア抜きされた形で、バラパックがサーチ済み、サーチは物理的にはしていないんだけれども、結果としてサーチ済みになっているっていうようなカードがですね、出回りますんで、皆さん本当に、バッグのバラ買いには、お気をつけていただければと思います。ということで、開封が終了いたしまして、2ボックス開けてですね、こんな感じ。シャワーズ VSR2、AVV、ブラッキー V、グレイシア V、ブラッキー V マックス、サンダース、リーフィア V マックス、サンダース V、ニンフィア、ブラッキー V マックス、シャワーズ、ニンフィア、リーフィア、うん、そうですよね。で、ニンフィア、リーフィアという感じになりました。ブースターが1枚もないね。って感じですかね。うん。あ、なんか忘れてる？ブースター、シャワーズ、サンダース、エーフィー、ブラッキー、グレイシア、リーフィア、ニンフィア、そうですね。で、エーフィーは VMAX のスペシャルアートがあるという感じになりました。まあ、無事ね、2枚箱引けて、しかもニンフィアの SR も、スペシャルアートも手に入ったので、よかったかなというふうに思います。まあね、品薄の中ですけれども、限りあるものを開封していて楽しんでいただければと思いますので、ぜひね、皆さん動画見ながら一遊していただければと思います。ということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。よろしければね、チャンネル登録、そして高評価で応援いただけるとありがたいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。それでは、バイバイ。